おはようございます。ということでね、今は時刻は5時45分ですけどね、鬼滅コラボガチャ最終日ということで、まあ、要はもう今日の11時59分で終わるわけですから、まだね、EX 負け揃ってませんので、最後の10連残ってるんで、引いていこうかなと思います。ただその前に、超重心祭、まあ、今星玉たまるんで、星玉はちょっとね、超重心祭の方で星玉は貯めちゃおうかなと思います。はい、まあヤクモ2体目とかキリンジとか、まああとは持ってんだけどね、まあせっかくなんでそっちで星玉は引こうかなと思います。まあ無一郎2体目とかも欲しいっちゃ欲しいんだけど、まあどっちみちまあね、EX 負け分で10連はするんで、まあ、そしたらまあね、超重心祭言っといてもいいかなっていう気はするんで、はい。じゃあ引きます。正月以来じゃない？正月以来、半年ぶりぐらいに超重心祭引く気がするんだけど、はい。一応だから全員持ってる。ヒリンジ以外は全員持ってます。ちなみに朝今5時46分なんですけど、今のうちに撮っとかないと、子供たち起き上がってきたら、もう午前中撮る時間ないんで、もう今が撮る最後のチャンスなので、時間的に。今日寝ちゃったから、ちょっと眠すぎて。はい、じゃあ行きます。まあ、まず一応見しとく、一応な。なんだっけ。ああ、こういう風になるんだ。じゃあ行きましょう。じゃあ超重心祭ね。逆になんか、あ、こういう感じになるのか。はい、シングルね、シングルでもう星玉たまるんで、シングルでいこう。できます。逆になんか限定出て、え、もう一回引かなきゃいけないじゃんみたいになってくんねえかな。さあどうだ。まあいつも通りの感じのやつ、石田三成。さあここで星玉たまります。あー、何も出ねえかな。演出ない。よっ、あー、なるほど。わー、ちょっと受けが狭い。おっマジで役も2体目でございます。これマジ嬉しいわ。もうよかった、マジで超重心祭にしてよかった。やっぱりなんだな、引き方がちょっと天才すぎるな。よかった、もうこれ最高なんだけど。もう2体目はしっかりゲットした上で、で今から無一郎2体目を狙いに行くという。おお、危な、キリンジかヤクモっていうところでヤクモを引くというね。いや、これ今マジで一番いい形来てるわ。じゃあ強欲にちょっと、じゃあまあ希望を言いますと、まあ無一郎2体目と、まあ煉獄さん2体目出てほしいけど、それはさすがにないやろう。はい、ってことで。じゃあ一応見るよ。ほら、これ EX 負けほら、これが、かなおちゃんが残ってるから、これは欲しいわけよ。まあなんでこれを狙いに行くよっていう。まあだから、いや、わかるよ。煉獄さんが強い強いと言われてるのはわかるけど、
さすがにこの3体ピックでね、煉獄さんはちょっと無理じゃないかっていう感じするから、まあそしたらね、まあ無難に無一郎くん2体目も狙いに行くっていうね感じですよ。それでまあ煉獄さんも出てくれたら嬉しいねみたいな気持ちで行くわけですよ。じゃあ行こう。もう朝、いやごめんね、起き抜けだからもう声ガラガラだけど、まあ許してくれ本当に。じゃあ行こう。多分最後の鬼滅、止まりはしないからもうあれなんだよな、もう普通にどうなるかって感じ。え、なんでそうなの？これじゃあ持ってない工場のやつ。あー、スケッティね。あれなんか逆にありがたいわ。なんかこういうところで出てくるありがたいわ。はじめましてスケッティですね。よかったよかった。でなんか意外とえすごい止まるじゃん。あー、大凶小凶。なんかすごい止まるんだけど。炭治郎禰豆子出たな。はい、ということでなんかでもニューが2個出たのがすごいありがたい。はい、スキッティと大凶小凶でしょ、うん、おーすげえありがたい。炭治郎禰豆子これ3体目ですね。ちなみに炭治郎禰豆子、はい、ということで無一郎くんは出なかったけどすげえ良かったなんかその他のところでも、うん、ということでこれでまあエクソ負けはなしと、ね、終わりましたということで、はい、じゃあ以上になります。うわ、なんかすごかったな。うん、てややくまの対面がマジで嬉しいはい、というわけでいやいやいや、ね、まあ8月に入りまして、まあ10周年オーブンもね、もらえたということで、まあ、どう使うかという話なんですけども、まあただね、一応、次期重心祭に、まあ、新限定が追加される、可能性もありまして、まあ例年通りでいくとね、まあなんでそこに残しておくっていうのも一つの、タクなのかなとは思いますけどもね。はい、というわけでまあ本当オーブが何倍あっても足りませんけども昨今、うん、まあただ前半は普通のイベントなんでね、うん、はいはい、まあちょっとまあ一旦まあぬるっと過ごしながらオーブをまた蓄えたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。